お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらゴブリンドリル新登場ドラフトチャレンジが間もなくね始まりますというわけで、まだ始まってはいないんですけど、多分この動画がね上がってる時には、まあ、始まってるかなぐらいのねタイミングだと思います。でこのチャレンジでなんと新カードね、ゴブリンドリルがゲットできます。これですね。はい。で結構強いみたいです。まだほとんどの方はね使ったことないかもしれないんですけど、なんとこう今のドラフトチャレンジとかフレンドバトルでね友達とドラフトとかをやればもう先に、ね、使えちゃうよというわけで、今日はね先に使ってドラフトのねちょっと攻略と言いますか、まあ、攻略っていう攻略はないと思うんですけど、僕なりのちょっと取った方がいいカードこれだよとか、ちょっとねこうやってやったらいいんじゃないかっていうのを話していけたらなと思います。で一人だとねできませんので、ちょっと協力ねしてもらいます。撮影してるしてますしてるしてる時にこのしてるって会話してくることあるっていうね、ライキ・ジョーンズ、パイセンですね。はい。まあ皆さん知ってると思うんですけど、ライキさんにね協力していただきます。なのでライキさんの、チャンネルでも多分ドラフトねここはこうしろってね、ラットの言ってることなんか信じなくていいんですよとか、ま、いろいろ言われてるかもしれないんですけど、一応ライキさんのね、動画とか、あとチャンネル概要欄貼っとくので、ぜひね、ライキさんのも見て、皆さん新カード手に入れてみてください。というわけで、ドラフト、じゃあもういいから早く申請しちゃいますね。で、ライキさん知らない人多分いないと思うんですけど、最近もう、ナースに染まってません。ナース服のお姉さんが好きすぎて、好きすぎて好きすぎて好きすぎてしまったため、なんと自分がナース服を着ちゃったっていうね。なんか、ナースのコスプレしてるただのおっさんみたいになってるんですけど、まあなんか皆さんは本当に、ああいう人にはなんないように気をつけてほしいなっていうのがあるんですけど、まあなんか、はい、ナースのおじさんだと思ってもらえればいいですね。ナース・ジョーンズさんですね。今日の対戦相手は。というわけで、まあ BO5 ですね。はい、5000、マックス5000、まあ、先に3勝した方が勝ちというね、ルールで、まあ、2人で真剣に戦いつつ、しっかり解説もね、ドラフトのできたらなと思うんですけども、まあ、ちょっとライクさん遅そうなのでね、待っていきたいなと思います。はい、それで、そろそろ多分入ってくると思うんですけど、僕まだ新カード一度も使ったことがないんですよ、ゴブリンドリル。防衛でも使える、まあ、施設兼、まあ、ディガー兼ゴブリンみたいな、ゴブリンバレルか、みたいなカードらしいんですけど、ちょっとまだ使ったことがないので、一戦目引きたいですね。多分、ライキさんもドラフトで自分の手札にゴブドリ取れるときは絶対取ってくると思うんですよ。さすがにね、さすがに相手に渡してきたら、バカなんじゃないかなって思うぐらい、まあ、その YouTube として使いたいですしね。来た。で、ドラフト大事なのが、スペルなんですよ。ってか、早いな、20秒しかね。スペルめちゃくちゃ大事で、これちょっと嫌な目にします。そのドラフトの勝敗を分けるのは、本当にスペルで変わるぐらい、スペル大事です。っていうので、本当自分がどのスペルを選ぶのかと、あとスペルに弱いカード、スペルに強いカードを覚えるっていうのがちょっと大事になってくるんですかね。わぁ、待って、ゴブドリ取られたっすね。で、ここは僕が矢の飴を取ってるので、相手に吹き矢ゴブリンを渡したっていう感じですね。なんで、こう、スペルに弱いカードを、相手にあげつつ、なんか、みたいな、っていうのが大事になってきて、ちょっと、ゴブリ、使いてえな。あ、出た、ファイスピー。範囲広めだね。なんか、クランメント被って見にくいな、ライキさんの。で、その、僕の中で最強カード論があって、ちょっとこれ、ロイとかで言っちゃおうかな。これ多分新カードで受けてくるんですね。僕新カード弱いと思ってる勢なんで。出てこない。取るね。新カード出てこないですね。うん、いい防衛。仕上がってますね。よいしょ。今みたいな状況でごぼうり出されても、矢の網打っちゃえばね、余裕で突破できるくねっていうので、新カード弱いと思ってるんでね。まあでも意外となんか強いってよく言われてるので、ツイッターとかだよね。あー、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。これ、やばくないですか皆さん。これちょっとやばいっすよね。僕これ勝てますかエレジャー行きなんですけど、守れない守れない説があるので、守らないですね。守れない時はもう守らないですね。あー、吹きや。お前、多分優秀すぎるやろ。天才すぎる。ファイスピとかいたもんな。いや、耐えろ。いや、強い。強い。
まあでもそこそこにダメージ入るな。これもしかしてお互い新カードこれお互い新カードないとかある？そんなことある？新カードをちょっとこうね使いつつどんな感じでやっていくのかがいいのかっていうのをお話ししたかったんですけどお互い新カードねえな。これただのドラフトバトルになってますね。でトリプルドラフトでもいいのかな。2枚だから選ぶのがちょっと少なかったですね。まあ、ちょっと気にせずね。でその僕の中で最強がマザネクとかザッピーとかホバリングだとかファイボで、やられる系、まあ、ファイボ枯渇に合うカードがめちゃくちゃ強いと思ってます。で、まあ、理由としてはファイボ枯渇で死ぬカードってやっぱファイボで死ぬってことはそのそれだけやっぱ強いんですよ。単体でいることがなんかファイボで死ななかったらそれだけでもう暴れるぐらい強いからファイボで死ぬような設定されてるんですけど、ソニットがね。ってことはファイボがなかった時にもうぶっ壊れになるんですよね、勝手に。でドラフトだとやっぱ相手にそういうスペルがいかないこともよくあるんですよ。今回だと多分ラギさんファイボとかないんですけど、なかなかね欲しいカードがやっぱ手に入らないので、よいしょ、もうその時点でもう自分がファイボ枯渇のカード取った瞬間勝ちになるんですよね。よし、これもうちょっと真ん中入れちゃいとか、いやクエイク、さあ追って追って、うい、ちょっと待って待って、1戦目から激アツすぎる。まあ、だからこそファイボで死んじゃうとかなんかそういう感じの、ね、枯渇要素のあるカードは結構強いんですよね。今回で言うとライクさん吹き矢とかも持ってるんですけど、僕が上げたんでね、ヤナアメとか僕が上げ取ってなかったらもうそれだけでね無双されちゃうんで結構苦しいっていうね。さあこうちょっと守ってね、守って一回矢挟んで守ります。いやいい、これいいんじゃない流れは。激アツすぎん？でさロイで竹取ってウォールブレイカーも行って延命してくる。これ勝ったんじゃない？いやなんかきつそう。ロイジャイ溶けねえやろって言ってそうだな、これ。あきゃきゃききたー。分からせのバトルでもありますからね。でもこれ、トリプルにした方がいいのかな？トリプルじゃないと、ダメっすか、さては。デッキがまあこんな感じだったんですけど、トリプルドラフトじゃないのかな、これ。ゴブリンドリル新登場ドラフトチャレンジするもんね。じゃあ、トリプルじゃないっすね。普通のドラフトなので、まあ、このモードでいいのか。で、さっきのデッキなんですけど、まあ、お互いすごいデッキになってて、なんかまあ、主軸がもう止まんなかったんですよ。エレジェイが守れない僕と、ロイジェイが守れない僕、まあ、みたいな感じで、結構あとはエレスピとか、ファイスピとか、アイスピとか、まあ、そういった小物のね、選択があったからこそ、まあ、大型が止まんなかったので、まあ、できるだけ高火力なユニットですね。例えば、インドラ、あとはプリンスとか、ムートとか、結構単体で相手のタワーを折り切れるぐらい火力あるユニットはできるだけ積極的にね取った方がいいと思います。さあ雪玉とヤナアメ、これも万能なのはヤナアメなんですよね。そのゴブリンバレルとかプリンセスとか吹き矢とかに全部対応できるので、まあ、雪よりはヤナアメの方が万能かな。でこれはねヤナアメ取ったんでラバ相手にあげちゃえばもうヤナアメがめっちゃ活躍するのと、あとエレジェが単体で強いので、まあ、単純にこの1対1を考えつつ、まああと自分が取ったのも考えつつないんで、エリゴレちょっといらない気がしたな。で、これはアイスゴーレムを取ってしまうと、僕は相手のエリクサーゴーレムを溶かせないんですよ。ライクさん今、やばいですよ。攻めユニット、アイゴレ、エリゴレ、ラバーを持ってるんですよ。だから、めっちゃ戦いにくいはずなんですよね。で、まあ、ゴブリンバレルを僕に送ってきたということは、まあ、めちゃくちゃ強い攻めカードか、まあ、トルネードでね、キング起動できるだとか、まあ、ウッドを持ってるだとか、そういう感じだと思うんですけど、さあ、ラバ来ましたね。ラバ。で、僕はエレジャーいるからな、これ。で、ロケット来たのか。ってことは、まあ、ファイボとかポイズンとかライトとか、そこそこいいスペルを取ってきたんじゃないでしょうか。これ、ライトあんま打ちたくなかったですけどね。まあ、ここで溶かしてしまえば僕、嫌な雨があるので、ね、僕のね、これ、いらないラバ。このラバ上げた選択は結構良かったかもしれないですよね。さあ、来ましたね。あ、で、マジやっちゃね。結構、あれディガーじゃねえ、来た、ゴブリンドリルだ。うわい、初めて見た。さあ、ゴブリンドリルで僕が開けた雪玉ですね。なので、まあ、ゴブリンバレルがね、僕のは刺さりそうですね。さあ、ラバ、ゴブバレ。いや、結構、良さげな編成になってますね。
で、マジックアーチャー撮って、まあ、僕のロケがね、気持ち腐るよねと。で、マジアチョホバ撮ってますね。やはり4コス系がね、強いです。4コス系の5ボでワンパンされるユニットたちが。まあ、僕、エレジャーいるんで、結構戦える気もしてるんですよね。ちょっと、欠乱とかして、一旦様子見てもいいと思うんだよな。なんか、エレジャーでラバの公演とかしたいんですよね。エレジャーベビーとかで。うん。さあ、ホバ来た。おー、防衛で使ってくる。あー、いいですね。いい使い方だ。で、まあ、これは僕、エレジャーでね、すべて受けれます。なんなら、ホバリングまで溶かせるとな、理想なんですよね。ラバパピーまで連れて行ってもらってね。で、ホバも溶かせる。多分エレジャー、これ、ドラフト皆さん、エレジャー生きたら絶対取った方がいいです。多分バカ強いですね。なんか、施設の選択が結構少ないですし、普通に端前出すだけで大ダメージ与えれる気がするんで、取った方がいいですね。さあ、で、相手のマジックアーチャーとか僕、安かいっすよね。まあ、ライキさんからしたら、おう、雪玉とタルババ両方持ってるの嫌だな。で、遅いあれが来ますね。あ、でもこのゴブドリちょっと、あ、ゴブドリここで壊すのか。ここで溶かしつつ、さあ、気合のね、ワンパン劇場、できると熱いですね、僕は。ゴブリンバレル、タルババもあったな、でも。さあ、ワンパン劇場行きたいですね。防衛に使ってくる。いや、でも、このね、もうブッパ、エリージャイが強いんでね。で、タルババとか使ってほしいけど、いやー、防衛が硬い。さあ、で、最後に、僕のあげた、このね、エリゴレプッチュ来て、これはね、勝てないですね。エリージャイ、いたけど、さあ、このゴブドリ、いや、結構、厄介でしたね。ね、防衛で、なんか攻めで、ラバプラスのゴブドリも、まあまあ、厄介ではあったんですけど、攻め雪玉とね、プラスで。いや、でも、いいね。やっぱ防衛施設になれるのは意外とこのドラフトモードだとなおさら強いかもっすね。エレジャイ最強だと思ったんですけど。ね、ゴブドリで防衛しつつされてしまうとちょっと厄介でしたね。で、あとやっぱ本当にスペルが、これロケットとか、本当にファイボ関係以外だった時に、マジアチャホバとか、もしこれマザネクとか持たれてても無双されちゃうんですよね。だから本当にファイボをどれだけ引けるかと、どれだけファイボ枯渇要素のカードを自分が取れるかっていうのが、まあ大事になってきますね。このロケットだって、撃つとこマジでないっすよね。本当に。鎖散らかすんでね。なんでスペルを自分が選べるとまあでかいですね。あと主軸と。よし、まああとはもうプレイ中に相手の何が嫌だとか、まあそういったところを考えると思うんですけど、結構本当にカードでね、すごい勝敗は変わると思うので、カード選択からちょっともうちょっと頑張っていきたいな。僕もドラフトめちゃくちゃすごい、とか別にそんなのはないと思うんですよ。でも人それぞれすごいあると思うんですよね。僕はこれ最強だと思っても、誰かと違う人はこれ最強だと思ってたりとか、いろいろあると思うんですけど、一つ多分共通してるのが、マジでファイボ活枠なんですよね。で、ここもね、クエイク、ザップ、なんとも言えないんですけど、好みですね、ぶっちゃけこれは。ザップの方が、まあユニットに打てるからっていうのでザップにしましたね。で、スケとギャングは、ギャングの方が攻めカードがなかった時に、こうダクプリゴブリンギャングとかで攻めれるって思いました。でもボーラーの方が受けからいけるからなーとか思いながら、これボーラーとダクプリ、お、エリジャイちょっとさっきから使いたいんですよね。今のボーラーとダクプリのところは、単純に1対1をした時にどっちが強いのかっていうのでボーラーにしましたね。結局やっぱ2枚ね、戦うと思うんですけど、こう、自分が、例えばマスケで、あ、じゃあ、マスケとインドラのね、選択肢がとかあったら、絶対自分はマスケとかの方がいいと思います。その、やっぱその対面、1対1の対面で勝てるユニットっていうのは結構最低限なね、理由として持っていてもいいのかなと思います。で、クロス渡してきたんで、まあ、ロイジェイとか、まあなんかそういうのの可能性はすごいありますだけど、ホグでしたね。ホグとクロス。で、クロスをくれたのか。ホグとクロスじゃないのかな。なんかでも施設もしかしたら持ってますよね。てか俺がクエイクあげたのこれ最悪じゃね。だってクロス僕もらえると思ってないじゃないですか。だからクエイクあげたんで、まあ僕がクエイク出しても出すだけクエイク打たれるだけなので、クロスは出さずに。でババコヤか、エレジャイを僕に渡してババコヤ持ったりとか、結構ねいい選択してますよね。まあ、僕のこのボーラーもねすごい活躍しそうです。
で、これはちょっと守れなさそうですけど、この遅めのギャングで、よいしょ、いやー耐えたの、そこそこ熱いな。で、これ小屋が壊れるので、僕からしたら左一本折れてほしいよねっていう。さあ、で、三角とか追加してね。さあさあさあ。で、穴埋めとかあるともっとよかったんですけどね。で、今、ダクプリとアウトローとか咲いて、防衛カードがババ小屋しかないならば、コストがなくて、こっちで結構ダメージ刺さるんじゃないかなと思ったんですけど、いや、このスケ強えな。マジで。アウトロー側にホグとかもワンチャンありますね。さあ。ババコヤホグですね。いや、なんかドラフト久しぶりにやるっすけど、むずいっすね。いて。さあ、50ぐらいだったらスペルでおられそうだな。これエリジャーいっちゃいたいよな、ぶっちゃけ。クエイク持ってるんだよね、ライクさん。このボーラー、うん、いい。エリジャー最強すぎる。で、サンガゴもちょっときつそうでしたね。さあ、三角追加してあげてね。ボーラーも行き来してんな。いや、これはね、あるね。なんか、今回のドラフト、お互いマジで守れない。なんか、そんな感じのね、試合ばっかさっからしてるんですけど。だから、こう、あれかな？もしかしたらもう、攻めまくった方が強いのかもしれないですよね。ロ一発。で、これ、ザップ二発ってなんぼ？これ、やばいかな？もしかして。もしかしてやばい俺。もしかしてやばい。気づいた。ちょっと待って。やばい。押してよ。押してくれよっていうね。いや、これ、なんか俺、きついよな。きついけど、勝てないこともなかったっすよね。これ、ガゴはもらったのか。僕の選択肢で、まあ、変えるとしたらギャングかスケか。まあ、別にそれどっちでもいいと思うんですよ。で、ザップか、クエイクだったじゃないですか。クエイクにしてたら、まあ、ババコヤには強いんですよね。けど、ガゴ群れがきつかったので、まあ、振り返ってみたときに、まあ、どうなんだろうねっていう。これ、運じゃないですか。わかんねえけどな。これめっちゃむずいっすね。ドラフト、あんま攻略動画出さないっすけど、攻略にできないっすよね。お互い今回4コス系がいなかったんですよ。で、スペルもクエイクザップの僕の1回の選択肢だけだったので、まあ、やっぱこの、ロイジャイとかエリジャイにね、絶対入ってくる。てか、ロイジャイとかエリジャイとか、主軸が1枚絶対入ってくるから、施設がちょっと強いですね。さっき相手、ライキさんゴボリ使ってましたけど、で、あとは今回ババコヤとか、やっぱこういう施設があると僕の攻めがなかなか通らなくて、あとスペルもね、なかなかこう、施設突破したいスペルも選べないので、防衛施設になるカードがドラフトだとバカ強いかもしれない。まあだからこそゴブリンドリルは、まあこのモードだとね、なおさら攻めでも使えて、守りでも使える。超万能なので最強クラスになるのかもしれないですね。ゴブリン？もうちょっとくれてもよくねっていう。3回やって、お互い3試合やって、あ、待って、サドンですよ。ちょっと、1回しか来ないっていうね。しかも、なんなら僕まだ、使えてないですからね。ちょっと待って。ドラフト、1回ぐらい使わせてほしいな、俺に。情けで、いや、来ねえか。いや、スケバルトバルーンは、結構悩むんですよね。で、さっきの、感じからいくと、バルーン、まあ、あるだけで勝てそうなんですけど、いや、スケバルー、いや、悩むな。バルーンを上げて、僕が体育をいっぱい持つっていう手もありますよね。サウトローを。で、まあ、ゴブゴヤと迫撃、結構悩みますね。まあ、迫撃にしようかな。さあ、大砲とゴボリは、ここ最近大砲がね、強化されたので、大砲にします。今回は、お互いなんかすげえ施設ばっかみたいな感じの試合ですね。おー、で、対空めっちゃあるな。で、これ、一つ考えれるのは、僕にガゴ群れをくれるってことは、ライクさんがヤナメとか、まあ、あとはもしかしたらベビードルとかファルチとか持ってる可能性はね、ありますよね。そういうのだったらちょっと嫌ですね。さあ、僕の主軸は、スケバレになりそうなのかな？さあ、ギャングがそこそこ入る。で、お互いマジで攻めるカードがないパターンとかもあると思うんですよ。まあ、僕は今回バルーンを上げたので、ライクさんは絶対バルーンを持ってるんですけど、よいしょ。僕はスケバレ取ったんでね、もうスケバレで勝つ敵の可能性はありますね。それを覚悟して選ばないといけない。まあドラフトといっても、結局自分が使えなかったらもう勝てないんですよ。選んだカードをね。
そう。だから結局得意を選ぶっていうのはまあ大事っちゃ大事だと思いますけどね。さあでデリバリー落としたいですね。あのハンターがやっぱ厄介なんでね。さあエリゴレでめちゃくちゃねエリアードもらえそう。攻め吐くとかで流れを掴んでいきたい。うん、なんだろうね、ポイズン。さあこれ迫撃が、迫撃はもうちょっと頑張ってほしいな。でこのスケバレに対して何がある？さあ LSP だけってことはこのギャングとかガゴムレとかの受けがライクさん結構きつそうですね。まあハンターいるけどハンターしかないとかで、ポイズン抑えたから今僕が天才だったらマジアウトローガゴムレとかやりたかったんですけど、よしこれ爆破でな、ユニット行かれなかったらいいんですけど、いや戻ってくる、あつあつガゴムレ。いやこれまあでもアウトローで守っていいですね。カウンターでスケバレで結構きついと思うんですね。これ棒ポイとかもされるかもしれないから、ちょっと遅れて迫撃出して逆サイドスケバレギャングとかで行っちゃいます。いやいい受けや、めっちゃいい受けや。ハンター裂いた時の僕のガゴムレは強いですね。 LSP とハンターとかかな。はいはいはい、いやこれはちょっと勝ちたいですね僕は。マジでバルーンに対してそこそこあるんだねカードが。さて迫撃法もあるんでね、これでしっかりね防衛していって、オッケーオッケーオッケー。でエリゴレとかせる、エリゴレバルーンってすごいっすよねよく考えたらすごいっすね。まあドラフトなんでそういうのになっちゃうっすよね。うん、さあ一回落ち着くか。でそこそこに回転早いなライキさん。いやーこれナース服で今小屋置いてるんすね。ちょっと想像したくねえな、あんま。さあ迫撃にはもしかしたら防衛ポイズンもありそう。うん、でハンター咲いて今がまあガゴムレチャンスではあるけど、ちょっとリスキーでもある。うん、施設が2個あるんでライクさんはね、バルーン出しても攻め通んねえな、であとなんだエリゴレ出しても攻め通んねえなっていうので、まあ小屋でねプレッシャーかけてきますね。僕は小屋が逆にきついですね今回。うん、ちょ暇なんで対応この辺に置いちゃおうかな。で端前アウトローとかライクさんがすごいきつそうなイメージがあります。スペルがねやっぱポイズンとかしかないので、ウッドとかデリバリーとかがないので、僕はこういう攻めを積極的にできたらちょっと熱いですね。さあ頑張れ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 、もうちょっと頑張れ、もうちょっと頑張れ。で小屋のダメージ痛いんでこれで防ぎつつ、これタワーにだけ行かねえのかな、棒ポイか。はい棒ポイ、この小屋がね嫌らしいですね。一発、なかなか、いやいやだ、勝てないことはなさそうだけど削り切る火力がね、いやちょっと入ってるな、やっぱスケバレが入ってる。いやこれ結構あります、ポイズン使ってきて結構攻めてきたんで、ここでもう鬼の許容して、いや鬼の許容していってるのにプッチョで守ってくる。これ守りたいですね。いやワンチャンある、プッチョが悪さしてる。いやワンチャン、もう端前ぶっぱげで、ちょっと棒ポイとか怖いから逆サイとかも行きつつね、ワンチャンないのかな、棒ポイ使ったっすよなって。いやこれワンチャンない、マジで。いやあの小屋が強えな、小屋が強えな、え小屋が強えな、えこれ無理じゃないちょっと待って、もうドラフトに訴えてえなこれねこれ無理じゃないですかゴブドリー、ちょっと待って、おいゴブドリー一回ももらえてないんだけど。いやこれいい立ち回りでしたね。そのエリゴルとバルーンね、後半から一回も出てこなかったんですけど、僕のやっぱ小屋がきついっていうところでね、一生小屋を建てられましたね。なんか僕のデッキも結構良さげなデッキですよね。ね。アウトロー、スケバレ、ガゴムレ、ギャング、前めちゃくちゃ迫撃枯渇みたいなデッキになってるんですけど、小屋にやられちまいましたね。これ BO5 なんですよ。なんで先に参照されたんで、ゴブドリ、ゴブドリ一回も使ってないんだよなーっていう、ゴブドリ使いたいんでって、使いたいですって言ってちょっと、
新チャレンジは五分取りが多分もっと選べるんですよね。だからもう選べるだけ多分選んだ方がいいんですよ。ちょっと3連敗したな今。1勝してからよし、あ、ラスト当てに行こう。神ですね。いやマジ五分取り使わせて、僕まで本当に1回も使って、動画外でも1回も使ったことないんですよ。その友達とフレバと1回やったのに、その時も五分取り使えなくて、ちょっとついてないです。あ、これはね、いや、悩むな。これはマジエちゃんもめっちゃ強いんです。残ったら最強なんですけど、プリンスも単体でタワー折れる火力があるので、攻めでも防衛でも使えるんですよね。わ、来たーこれ。これだって相手の小銃ババをずっと五分取りで守れるし、なんならこれ、トリトンも相手の小銃アイスイズマジエちゃんに強い。で、ファイボもマジエちゃんに打てるから、まあ、これはさすがにファイボかなって思いますね。ヤナアメでも強いと思うんですよね。そう、あと、その矢の飴を相手に持たれたらゴブドリがそんな活躍できないんじゃないか説があるんですけど、どうだろうよしよし、これで来た。ゴブドリスタンプとかあればな、今ねえな、ないっすね。よしよしよし、やっつ、初の人生初のゴブドリ使います。でネクロくれたんだな。ネクロちょっと前に強化されましたよね。さあ、なんでしょうか。今回施設もあるので、多分本当に何にでも万能に戦えると思いますね、僕これ。で、古城ババに檻は取っておきたい感も若干あるっすよね。いや、ネクロめっちゃ頑張るな。そんな求めてないんだけどな。よし。いや、このプリンスとかトリトンくれるってでも結構ヤンキーじゃないですか。今の端前じゃ行ってよかったっすよね、ぶっちゃけ。あとドリル出るのが遅いらしいんですよね。出るのが遅いので、ちょっと早めに出しといた方がいいかも。オッケー、釣れる。で、ゴブリンが頑張ってくれる。初めて使ったなぁ、ゴブドリ。よいしょ。さあ、ディガーマジアちゃん。で、アイゴリいましたね。高回転、主軸がディガーなのかな、もしかしたら。僕、めっちゃ強くないですか、これ。ジャイプリっすよ。まあ、ファルチいたからね、防衛ファルチがちょっと嫌ですけど、ジャイプリ5をしとけば勝てそうな気がするんだけどな。どうだろう。まあまあまあ、落ち着いてね。さあ、アイゴレファルチ。トリトン最強だな。プリンスも強いな。プリンスサイダーもトリトンいるんでね。で、マジックアーチャー。あれ、キンキドできたら熱いんですけどね。さあ、ゴブレリリ、ゴブドリ出してあげて。うん。いや、プリンスそこそこにやっぱ頑張るな。で、なんかゴブリンとかアイゴルとかで結構回転早いですね、ライキさん。よいしょ。さあ、ファイブ打っちゃおう。これケツジャイからいくと、あ、待って、相手のファルチを突破できないと思ったんですけど、僕あいつがいるんだ。でゴブドリ、え、めっちゃ強くない？待って、ファルチェ潰せるっすよね、ゴブドリで。いや、わかんねえ。多分、潰せるっすよね。ゴブドリプラスファイボとか打たないといけないのかな、でも。で、ゴブリンとかも地味に厄介っすよね、僕。さあ、ゴブドリ。そう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 。いや、ゴブドリ頑張れ。で、中からゴブリンか。まあ、墓石のちょっと変わったバージョンっすよね。ファルチェが厄介っすね、ファルチェが。鉄壁だ。鉄壁ファルチ君がいる。ちょっと攻めちゃおうかな。ファイブ打って。もうジャイが止まらんな。アイスイズファルチいるけどトルネがいない。ライキさん絶対トルネ欲しいっすよね。って言ってるな。さあ、一発？ナイス。このままプリンスだけで勝てそうです。で、まあ、檻。で、工場は多分、檻じゃねえな。ゴブドリを攻めで使われたくないから結構使ってる説もあると思うんですよね。よいしょ。で、アイスイズそういえばファイボでワンパンになりましたね、皆さん。知ってました？だから、アイスイズもちょっと弱いのか。今回のこのチャレンジでは。さあ、ネクロが思ったより頑張る。さあ、プリンスがね、いるんでね。で、さあ、あれは射抜けてんのか？射抜けてんのかどうなんだ。射抜かれてる。
ちょっと攻めないといけないで、もうアイスイズに5打てば、これはって、相性いいだけな気がするんだけどな。で、5分取りでね、ここでもう攻めちゃえばいいっすよね。いや、おっそでも5分取り、いや、ゴブリンが殴る、ジャイが殴る、あ、ちょっと待って。あ、でもいい受けですね。これも、ゴブ取りが強いな。で、これマジアチャで絶対抜いてくるんですよね。2周目の5。欲しいな。お、神5できそう。さあ、これもう無視して、8枚ジャイドリル。で、プリンスが刺さって、ナイスというね、ゴブ取り、初めて使ったな。なんか、まあ、めっちゃ強いかって言われたら、なんか、なんとも言えなかったですけど、こういうドラフトとかだと、マジで、施設があるかどうかで、ほんと攻めが通るか通んないかとか変わってくるから、すげえ強いね、イメージが持てました。めちゃくちゃ取った方がいいですね、ドラフトだと。で、まあ、あとプリンスもすごい活躍してたよね、と、まあ、いう感じかな。なんかこう、これ取っとけば絶対勝てるっていうのはないんですけど、まあやっぱファイボ関係で一発死抜け、まあ、マジアッチャー、あとザッピー、ホバー、マザネクとか、まあそういった系統と、まあ僕、今回ドリル、あとエリジャイもすごい強いと思いましたね。あと火力が高いプリンスとか、まあムートとかそういう系も取れたら取っといた方が、まあ有利に勝てるんじゃないかなと思います。あとは本当もう自分が得意なカードを取るっていうのも本当に結構大事なことだと思いますので、まあそういったわけでね、まあ今回のまあ BO5 ちょっとね先輩に花を持たせたという形でね、終わろうかなと思います。ライクさんもご協力ありがとうございました。皆さんぜひこのナースジョーンズさん、のね動画もう概要欄に貼っておきますので、チャンネル登録と見に行ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。